2023年6月初旬に反転攻勢作戦を開始したウクライナ軍はいくつかの攻撃軸で攻勢に出ているものの、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを経てメリトポリの奪還を目指す部隊は、ロシア軍が構築した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物による見えの防御ラインと、尋常でない密度で地雷が埋設された地雷原に悩まされ、進軍速度が遅いことが指摘されていたんだ。しかし、ここに来てオレホボの南にあってロシア軍が拠点としていたロボティネを奪還してからその進軍速度に弾みがついたとみられ、イギリスの BBC 放送による報道やロシアの軍事ブロガーがテレグラムに投稿した情報によると、ロボティネの東にあるベルボベにウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けているとされ、同集落では火災が発生しているというぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で戦線を拡大している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、BBC 放送は衛星画像から、8月30日の時点でウクライナ軍がベルボベの西に到達していることが確認できたとしているよ。またロシアの軍事ブロガーは31日に30日の午後、ウクライナ国家親衛隊の第15特務旅団が砲兵部隊と、ウクライナ空軍のスホイ25の支援を受けてベルボベの西の郊外において強力な威力偵察を行ったとして、この威力偵察攻撃は撃退されたものの、数時間後にはベルボベ周辺の、ロシア軍陣地に大規模な砲撃を実施して再び攻勢に転じたと投稿したんだ。そしてさらに、第82空中強襲旅団と第462空中強襲旅団の4個部隊がロボティネの北にあるチュベンコワ渓谷方向から、第15特務旅団の攻撃軸の北側からベルベーブ西郊外を攻撃し、こちらもウクライナ軍砲兵部隊がクラスター砲弾などで強力に支援したと指摘したみたい。しかしながら、このロシア側の軍事ブロガーは、この4個部隊による攻撃もロシア軍がウクライナ軍に大きな損害を与えて撃退し、ウクライナ軍は元の位置に戻ったとした上で、ウクライナ軍は戦力不足を補うため北のマラトクマチカで、待機していた予備部隊をベルボベ方面に移動させていて、ウクライナ軍はベルボベを西側から包囲して、集落への補給路を遮断するかの動きを見せていると主張したぜ。ただし、現在の最前線の位置がすでにベルボベの西に拡大していることと、三重の防衛ラインのうちの2番目のラインの一部に、ウクライナ軍が到達していて、突破する可能性が出ていることをこの軍事ブロガーは示唆しているな。このことを裏付けるかのように、さらにロボティネの南にあるノボプロコピフカ付近で、ウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンが、ロシア軍の車両を攻撃する様子を撮影した動画が XQ Twitter に投稿されていることもあって、ウクライナ軍が第2防衛ラインに迫っていることはほぼ確実であろうとの見方が広がりつつあるんだ。また、ザポリージャ州メリトポリのウクライナ側のフェドロフ市長は現在、ウクライナ軍の支配地域に退避しながら、メリトポリ市内に残る市民からの情報をテレグラムに発信しているが、同市長によると、ウクライナ軍が奪還を目指すザポリージャ州の交通の要衝トクマクで、ロシア側が任命した市政当局者が市内から脱出し始めたことを投稿したよ。ウクライナ国防省では28日にロボティネの奪還を発表した際に、ロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島を結ぶ、重要な補給路である陸の回廊を遮断することが反転攻勢の目的であるとして、次の目標がロボティネとメリトポリとの中間点にあるトクマク奪還を目指であるとしており、もしこのロシア側当局者がトクマクから逃げ出していることが事実であるとするならば、ロボティネから南に配置されているロシア軍が脆弱で、ウクライナ軍による第二防衛ライン突破を阻止できないと考えていることを示唆しているみたい。このことを受けたフェドロフ市長はロボティネを奪還したことにより、トクマクはもはや最前線の都市となったと指摘したんだ。日本のインターネットでは船に住むネズミはその船の沈没を予期して、停泊している間に陸上に逃げ出すと言われているが、今まさにトクマクでそれが起こっていると揶揄する声も上がっているな。また、別のロシアの軍事ブロガーが発した情報では、29日から30日にかけて発生した、
ロシア北西部プスコフ州の空港などでのウクライナ軍によるとみられるドローン攻撃をめぐり、軍事ブロガーの一部はこれらの攻撃にラトビアやエストニアが関与しているとの見方を示したが、イギリスの BBC によると、ラトビアのムールニエツェ国防相が30日にこれはロシア軍がツポレフ 22M3 爆撃機や、イル76輸送機などを損失した事実から国民の目をそらすためのでっち上げだとして否定しているぜ。さらに別の7万人以上のフォロワーを持つロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が奪還を目指すヘルソン州の、ドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊において、榴弾砲などの火砲や弾薬などが不足していることを明らかにしたらしい。それによれば、ロシア軍の旅団司令官は以下の指揮官たちは、火砲による支援や、偵察用ドローンを飛ばすこともなく自軍の兵士を前線に送り込んでおり、そのためにロシア軍の兵士が次々にウクライナ軍によって殺害されているというぜ。さらに別のブロガーもまた、ヘルソン州に配置されているロシア軍の第205旅団はウクライナ軍が渡嘉した、ドニプロ川の中州からウクライナ軍を撃退する命令を受けているものの、同旅団を支援する榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS が不足しているだけでなく、偵察用ドローンがないために、ウクライナ軍の配置状況などを把握することができないばかりか、弾薬食料も不足しているために、このままでは壊滅させられる恐れがあると、旅団の兵士などからの報告が届いているとしているよ。榴弾砲弾やロケット弾などの弾薬が不足しているのはウクライナ軍も同様とみなされているけど、ウクライナではここに来て国内での武器弾薬の生産力が向上していることが伝えられているみたい。ウクライナのレズニコフ国防相は28日に開催された記者会見で、複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みであることを明らかにしたんだ。レズニコフ国防相は8月末か9月の初めに、良いニュースがあるだろうとして、複数の強力な武器製造企業がウクライナの武器市場に参入する予定で、いくつかの契約が結ばれるはずだと述べたね。同国防省によれば、ウクライナ国内で9月下旬もしくは10月上旬前後の日程で、防衛産業フォーラムの開催を計画しているとされ、武器市場における強力な武器製造関連企業がおよそ50社以上参加する見通しであるというよ。レズニコフ国防省はさらに、ウクライナ国内においては国産兵器の生産が大幅に向上していることを明らかにし、西側諸国から供与されたものの砲弾不足が伝えられている。155mm 弾砲弾の開発が進み、テストを終えて製造が開始されていることも明らかにしたね。同国防省は、155mm 榴弾砲弾の製造契約はすでに締結されていて、最初の発注も実施済みであるとした上で、我々はそれらの国内で製造された砲弾を直ちに最前線の部隊に送ることになり、さらに生産を拡大させる計画も検討されていると付け加えたんだ。ただ、その一方で旧ソ連製榴弾砲用の 125mm 砲弾は依然としてテストを繰り返している段階にあるとし、122mm 砲弾の生産は困難が生じていて進んでいないことも明らかにしたぜ。ウクライナ国内では長射程の弾道ミサイルやミサイル迎撃システムの開発も進められていて、この先の資金確保の問題などが囁かれていて、既存の兵器購入に充てるか、あるいは国内の兵器開発や製造に投資して西側諸国からの援助が途絶えたとしても、ロシアと戦える体制を作り上げるかについて議論が重ねられているというしな。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説でレズニコフ国防相のコメントに同調して、ウクライナ国内の武器弾薬生産能力を最大化していると述べた上で、我が国の防衛産業はより良い成果をもたらすだろうと主張したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。